ブラジャーガンがしたいかなの通販の件で詐欺をね、戦えたりとか、まあ、戦えた時も彼女がそのいろんな YouTuber の子らとなんか謝罪文章みたいなやってる時でも一応 LINE して案内前からすると逆に炎上するんじゃとか一応アドバイスはしててアドバイスとか心配やったからそれに対して返答も来てたしやっぱまずいかなみたいな。その頃は麻雀やめてたけど、そんなこんながあって、まあ、俺がこういう状況になった時に俺は何かの用事で天地に LINE した時に不意に伝えたわけよ。だからこのタイミング、映画をやるっていうタイミングであの子と一緒に賭け麻雀やってたことを全部喋ろうと。いや、これもバリバリ言われるよ、多分。何とかこうやって。でも言って、失うもんないから、全部喋るから。だからその時に天地とずっと賭け麻雀をやってました。